以降の中継ぎなんかはもう完全にね安定感抜群になってきましたからね。でもあそこはなんか岡田監督なんか信頼してこううまく起用してますよね。よし MVP か。でもやっぱ岩崎投手かな。最後ね打撃振り良かったよね。気持ちよかった。まあ、続いて投手陣の活躍みたいなところで、はい、まあ、村上投手だったりとか大竹投手だったりとかっていうような新戦力がカバーする形にはなりましたが、そのあたりどのようにご覧になってらっしゃいましたか。そうですね、まあ、本当に開幕からね、ちょっと青柳と西投手はそこまでの状態じゃなくてね、いわば青柳選手は去年もうねエースですから、で普通チームとしてエースがね、なかなか状態が上がってこないとなかなか乗り切れない多いと思うんですが、でもそこでねやっぱりこの村上選手と大竹選手のこの2枚が、序盤からこうしっかり機能したっていうところは今回のタイガースの優勝には大きく貢献したなと思いますよね。まあ、村上投手、まあ、今年ブレイクしてその良さみたいなところはどのように捉えてらっしゃいますか。そうね、スピードガンでは150キロとかいう球のね、球が出るわけでもないんだけども、140、まあ、半ばから終盤ぐらいか。だけどね、やっぱストレートのこう伸びがいいよね、すごいね。バッターが低めのストライクゾーンをボールと思って見逃したやつが、プッと上がってきてストライクになってるっていう、なんかそんなシーンをね、結構今年見たんですけど、だからその、まあ、初速と終速っていうのかな。まあ、終盤までボールのこうスピードが落ちないような最後まで、そんなストレート、まあ、あれが一番の武器、なおかつ、コントロールがいいんで、バッターも追い込まれるまではやっぱり厳しいところ打ちたくないじゃないですか。でもやっぱり厳しいところでカウントを取られるんで追い込まれてしまうっていうのはね、こんな、投球でしたね、村上投手。まあ、投げっぷりもいいですもんね。まあ、もちろん変化球ね、フォークボール系とか、カット系も全然いいんですけど、まあ、真っ直ぐだな、あそこもね、いいよね。まあ、あとは大竹投手、今年まあ現役ドラフトで加入してっていうところで、まあ、19回っていうようなすごい成績を残してらっしゃいますけど、はい、大竹投手もまあまたタイプがちょっと違うとは思うんですが、その良さ。そうね、でも大竹選手もやっぱこう、コントロールがいいよね、まあ、右のインコースにはもうしっかりストレートとこう、こういうボール投げるし、外にはちょっと抜いたボールとかね。その辺のコンビネーションというか、まあ、ベテランまでいかないんだけど投球術のうまさみたいなのはちょっと感じましたね、今年ね。だからまあ相手バッターもちょっと言い方失礼だけど、なんで打てないんかなって思われながらもう抑えられてるみたいなね、なんかそんな投球だった気がしますよね。まあ、今年現役ドラフトで加入した選手が、まあ、大竹投手のみならず、まあ、様々な選手活躍されたりはしましたけど、うん、この制度みたいなところ、なんかまあ今回の成果といいますか、今年やってみた結果みたいなところはどのようにご覧になっていらっしゃいますか。そうですね、まあ、まだね、暫定的にやってるんでね、今年、まあ、現役ドラフトによって、成功した選手たちも結構いっぱいいるんで、自分のチームに残ってたら結果が出せなかった選手たちがね、こうやって何人もね、結果が出たということに関しては非常に良かったのかなとは思いますよね。ただやっぱり各チームによって育成ドラフトの重さが違うと思うんですよ。本当にこういい選手を取ろうと思ったら自分もいい選手を出して、でその早めに指名できる権利を得るっていう形になると思うんですけど、でもまあ NPB のお付き合いで、じゃあ一人誰か出しておこうかってなるとやっぱりなかなか、自分もね、自分のチームにもいい選手が取れないってことなんで、でもそれもずるとかではなく各チームの戦略だと思うんですよ。で現役ドラフトでいい選手を取りたいなと思えば、そういうシフトを引けばいいし、いや俺うちのチーム今育成ドラフトで欲しいようなポジションないなと思えば評価があまり高くない選手を出すことによってっていうこともあると思うんで、だからそこが育成ドラフトの使い方かなと思うんです。まあ、どっちのチームも決していい悪いではないと思うんですけどね、だからそれも含めていろいろこれからねまた変化していくのかなって気がします。まあ、他の投手でいうと、まあ、伊藤投手だったりとか才木投手っていうところも、はいはい、投球ミスで見せていたかなとは思うんですが、このあたりはどう、はい、そうですね、まあ、伊藤投手は、ね、安定感抜群だけど才木投手だよね。才木投手ほらちょっとこう状態が良かったり悪かったりっていうのあると思うんですけど、でもそこをねやっぱりうまく、まあ、先ほどの森下選手じゃないですけども、ちょっと疲れてきたり状態が悪いなと思うとねすぐ外して、調整させて、でまたいい状態で帰ってくるっていうね。だから、まあ、年間通してちょっと休んだ時もあったけども、でもやっぱ佐藤投手の存在も大きいと思うし、ファームでしっかり調整してきてちゃんと結果を出したよね。だからその辺もこうもちろん監督のね采配もそうだけども、佐藤投手本人がねうまくその期間をねしっかり調整してやってきたなって感じはしますよね。まあ、あと中継ぎ陣も、まあ、オリックスに負けず劣らずこうすごい
顔ぶれで、まあ、しかもその中で湯浅投手がこうなかなか開幕から不調っていうところもありながら、うん、このあたりもどのようにご覧になってらっしゃる。そうですね、まあ、湯浅投手っていうとさ、去年のセットアッパーだから結構チームすると軸なんですよね。でその投手があんまり状態が良くないってところで、なかなかチームとしてはちょっと大変なんですけど、まあ、そんな中でもやっぱりね、みんな頑張りましたよね。まあ、岩崎投手なんかね、特にまずクローザーでね、しっかりできましたし、岩沢投手もね、そこまでいつもよりいい状態かなっていうとそうでもない気もするんですけど、まあ、それもやっぱり、島本選手であったりね、石井選手であったり、まあ、序盤はでも梶谷選手なんかもね、結構いいところでね、抑えたりしてたんで、だから本当にそこはみんなでね、カバーというか、みんなで埋めたというかね、いう感じになってきましたよね。だからもう9月以降の中継ぎなんかはもう完全にね、安定感抜群になってきましたからね。もう50試合40試合投げるような投手ばっかりっていうところで、もうみんなしかも防御率も1点台2点台みたいなところでね。そうですね。でもあそこもなんか岡田監督なんか信頼してこううまく起用してますよね。こう岩浅投手も絶対8回はお前に任せるって感じでもなく、仮にちょっと崩れた時には他のピッチャーをつぎ込んだりするんで、まあ、臨機応変というかその状態によってね、うまく起用してたし、まあ後から投げるピッチャーたち、まあ、終盤なんか特に島本選手とか石井選手とか結構ランナー背負った場面でね行くけども、でもその辺もなんかうまく機能しましたよね。まあ、岡田監督でいうと、まあ、1回目監督務められた時は、まあ、いわゆるその JFK というか789とかも固定してみたいなところの起用が印象的だったかなと思うんですけど、そうですね、今回は比較的こう流動的な投手起用みたいなところになった、まあ、岡田監督もほら最後の、ね、監督優勝インタビューで言ってたけど、 JFK までいかないけど中継ぎ頑張ったなんてね、話をした。まあ、JFK はもう1リング任せていいピッチャーだったよ、正直。うん、まあ、出てくればちょっと6、7回以降は点数取れないかなっていう、相手ベンチもね、ちょっと思うようなね、ピッチャー陣だったんだけど、まあ、今年は正直そこまではね、監督の言うようにそこまでは言ってないけども、ただ、プラスみんなでね、その部分を埋めていった感じもするんで、その辺はだから岡田監督も選手の能力というかね、そこに応じながら起用したのかなっていう感じですね。まあ、最後に投手の中で MVP を挙げるとすればどなたとかってあったりしますか？投手 MVP か、難しかったんだよな。でもやっぱ岩崎投手かな。最後はやっぱ岩崎投手だな。一番こう結構苦しかったと思うよ。大変だと思う。でやっぱなんか最後ね、投げっぷり良かったよね。気持ちよかった。クローザーってさ、ちょっと大事な場面なんで、間を取って投げるピッチャーが多いんだけど、ポン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 投げるじゃない、クローザーなのに。だからなんかあの辺もね、肝を据えてっていうか、こうなんていうのかな、もういったろうっていう感じのね、気迫とかも感じるし、年間通してね、やっぱりあれだけのセーブを上げたわけですから、岩崎投手かな。まあでも先発的には頑張ったからな、誰に決めづらいんで岩崎投手って。岡田監督もちなみに岩崎投手を MVP。 あ、そうですか、やっぱり。うん、そうだよね。だからだってみんな10、2桁ぐらい勝ってるわけだから、なかなかこう硬いから、そうなると岩崎投手かな。